一言お祈りします。愛する天のお父様、今から貸します。御心を語れるように主を助けてください。イエス様皆によってお祈りします。アメン。皆様のお祈りありがとうございました。本当に恵みによって今回、18年ぶりに行くことができました。1回目はマリさんの、時で、16歳の病気の時で、今回は本当に18年ぶりでこう行かせていただいて、今回もなんか奉仕が与えられて、なんかブログとプロジェクターと特別サミということで、わーって感じだったんですけど、で、1日目の、アメリカに到着してすぐの夜に特別賛美最初ですって言われて、おっと思ったんですけど、感謝して、で、賛美を下げました。そしたらですね、不思議なんですけど、こう、暖かい空気がですね、こう、注がれて、で、皆さん優しい目で見てくださって、で、すごくなんか、途中で声がひっくり返ったりもしたんですけど、賛美することができて、よく私は賛美すると泣いたりとかしたり、歌詞間違ったりするので、本当にそこを中心に祈っていたらですね、守られて、まあ、できたんですね。で、終わってから、いろんな声、方に声かけていただいて、ロサンゼルス教会のフェイスブック氏の、お友達の方がですね、すごく、なんか、楽しませてもらいましたとかですね、いろいろ言ってくださって、で、後でフェイスブック氏とかに聞いたらですね、もっと声楽を学んで、練習していったら伸びるということと、プロになれるよっていうことを言ってくださいました。で、すごくそれ励まされたんですけど、私は、ビジョンの一つとして CD 制作をして、伝道のために CD 持ち寄られたいなっていう思いがありました。で、今回、アメリカの派遣に行くにあたって、母のですね、お姉さんがですね、躁鬱病の証を、母が送ったらですね、泉ちゃんにあげたいのとか言ってですね、派遣の一部を捧げてくださいました。だから本当にですね、伝道のためにさらにこう、声楽学んで、祈って練習して、九州は狭き門と言われてるんですけど、白馬目指して、白馬に行ったらですね、CD 作るラインっていうかそこになるので、まあ一歩一歩地道にコツコツしながら、目指していきたいと思わされました。で、今回は、奉仕がですね、たくさんあったんですけど、教会で奉仕をしていたことがですね、本当に生かされたというか、役に立ったなということを思わされました。もう自分の力ではですね、もうお腹がですね、すごく、こう苦しくなったり、こう攻撃されるというか、そういうことでも、本当できないなっていうところもあったんですけど、皆さんの取りなしを本当に受けてですね、本当にこう守られてできました。で、今回、コスペルショーケースの時にローディーっていう奉仕してくださいとまいちゃんとですね、やったんですけれど、もうその時、もう一番最悪な状況だったんですけど、でも本当に神様が取りなしの祈りを通しても支えてくださって最後まで、奉仕をすることができました。で、本当にこう、プロジェクターも簡単ではなくて、御言葉を打ち込んだりとかですね、歌詞を打ち込んだりというところがあって、すごい量が多いので時間かかるんですね。でも、自分のできないところとか、京子ちゃんが助けてくれたりとか、御言葉がたくさんあったので、その時なんかまいちゃん私が代わりに言いますとか言って私はそれを聞いて打ち込んだりとか、本当に助けがですね、奉仕の中でも与えられて、本当にこの派遣においては御霊の一致が必要というのは本当に、そうだなと思わされました。他の人の助けもなくてもないとできないなということを本当に深く思わされました。で、本当にこの、こう中身が濃い感じで、ハリウッドなんですけど、今回私は2日目にハリウッド行こうと思ってたんですけど、なんか主の導きでは1日目から行くように導かれて賛美を捧げて、今回は英語の曲も用意して、安らぎ九州の You Are Worthy というイエス様の十字架の歌を練習して歌ったんですけど、で、あと Never Give Up とかですね、歌って、で、また今さっきも今荒れてましたけど、京子ちゃんとかですね、舞ちゃんと一緒に賛美するときに、本当に喜びが溢れてですね、すごく日本語の賛美でも人々が触れられてたなということを感じました。それで、すごく楽しいという一日だったんですけど、二日目はですね、和子牧師も言ってたんですけど、霊的な反応を起こした人がして、もう目を背けたくなるようなですね、行為をやってたので、うーっとか思ったんですけど、でも引いちゃいけないと思って、それが私は愛されているというサミの時にそういうことをやってたので、すごくこう、アメリカはこう、すごく霊的になんかまっすぐにボンって、反応が起こるので、日本はそんなにないと思うんですけど、でも本当にそういう霊的な動きがこれからので、賛美隊はすごくこう、前線に立って、人の目から見える状況で、こう、うわってくるものがあっても立ち続けなければならないんだということを、今回学ばされました。で、本当にこの、ハリウッドに行って、賛美することを通しても主の注ぎかけを受けたような感じがしました。で、さらにこの鹿児島でですね、さらにやっていきたいと思うとともに、で、帰りの飛行機にですね、
座ったんですね。で、私は真ん中だったんですね。で、途中で席が人が変わったんですけど、隣にですね、なんか女の人がいて、で、お菓子がですね、配られるんですね、飛行機で。スナックミックスってあったんですね。お豆のような、日本でもおつまみのような感じであるんですけど、配られてその人食べてたんですけど、これは何ですかって話しかけられて、これは大豆とか、なんかいろいろ言ってたら、日本語で、私英語あんま喋れない。そしたらですね、その人は、メキシコ人で、まあ私と約年が同じで、日本の大学で教える教授みたいな人らしくて、薬の関係で、こう、生物科学のところ学んでるらしくて、あなたはインスタやってないのかって言われて、あ、やってません、Facebook でって言ったら、ここに、なんかアクセスしてね、みたいなこと言われて、すごく交わりが与えられて、帰ってきた後もインスタすぐ立ち上げて、こう交流して、で、その人が日本に滞在してるので、教会に、東京に、教会に行ってほしいなと思って、良子牧師に話したらですね、なんか住所とか地図とか教えてくださったので、その人が、教会につながって、イエス様信じたらいいなっていうことで、で、その人が話してる間に、バイブルスタディインポータントって語ったんですね。インポータントが、なんて分からなくてですね、もう、改造とか思ったらですね、シチュアーゼスさんの人が来て、あ、すいません、日本人の人だった。インポータントって何ですかって言ったら、大切とか重要ですよって言われて、あ、英語は重要だなと語られてですね、もう私はもうなんてこう勉強してこなかったんだと思ったんですけど、このことを機会にですね、英語の賛美から、会話から、単語から、一つ一つ学んで、また派遣に、で、行きたいと、されました。で、聖書を読んでたら、使徒一章の八節の、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、及び地の果てまで、私の証人になります。という言葉を受けて帰ってくることができました。イエス様の証人として、さらに、海外宣教に行きたいと思いました。お祈りいたします。天皇と様、今日の証しを感謝します。主に栄光を返します。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。感謝します。